ではあなたのファンディング希望額は700万円でお願いします。あなたの思い描く未来の姿は。全国で活躍する教育者をつなぐ教材データベースを作りたいと思っています。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。虎も志願者もマジで大募集。マジで。詳しくは概要欄から。待ってるよ。ではどうぞ。失礼します。失礼します。こんにちは。こんにちは。どうぞお座りください。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずお名前をどうぞ。大阪府から来ました、薮中幸太郎です。31歳です。よろしくお願いいたします。ではまず、あなたの投資形態、希望の投資形態をお選びください。投資です。ではあなたのファンディング希望額は700万円でお願いします。あなたの思い描く未来の姿は。全国で活躍する教育者をつなぐ教材データベースを作りたいと思っています。ではオールオーナスイン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。それでは経歴とプラン内容をお聞かせください。私は現在、大学院生の今休学中というところでして、2年前に博士後期課程の3年目で休学して、現在この事業に一応専念しているという形ではあるんですけども、もともと高校大学と通信制だったので18から仕事をしてまして、23歳の時にですね、8年前に学習塾を作りまして、今その学習塾の経営が8年目という状態です。で、今回私が作ろうと思っているのは、いわゆる学校の先生とか、塾講師の先生方が、みんなで教材を作り上げていく一つの教材データベースみたいなものを開発今しております。もう少しそのプランの方を詳しく教えていただいてもよろしいですか。はい、ちょっと言葉だけで説明するかなり難しいんですけども、いわゆる教材版のウィキペディアみたいなものをちょっと想像していただければ一番わかりやすいのかなと思うんですけど、いろんな先生が現場で作っている問題っていうのを一つのデータベースとして作り上げていくんですけど、資料の1枚目が、私のシステムで実際に作った教材になるんですけども、大問ごと、はい、大問1大問2っていう大問ごとに、回答と回答欄と基本情報と問題っていうデータを、1つずつ、登録していく形になってまして、その、大問を各現場の先生がピックアップして作り変えることによって、いろんな参考書だったり問題集だったりっていう教材を簡単に作れる。で、その教材自体のその各先生が作った編集であったりとか組み合わせだったりっていうデータがまた一つのデータベース内に戻っていって、だんだん問題とか解説とかが膨れ上がっていくっていうようなモデルになっています。現場の先生から意見を吸い上げて作るシステムってことですよね。そうですね、標準的な問題っていうのがまず僕たちが入れてるんですけど、その問題を自由に先生方が編集したりすることができるシステムなんですね。で、その自由に編集したり付け加えたりしたものが共有されるデータベース内に戻っていって、だん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 そのデータ量が増えていくっていうような教材データベースを考えています。そのシステムを作ろうと思ったきっかけっていうのが、その教育業界の課題の部分ですか。課題の部分を感じて、この過酷な労働環境、広がる教育格差、このあたりですか。そうですね、ただ一番僕自身が危惧しているのは、やっぱり著作権系の問題がやっぱり大きくてですね、あまりこういうことを言うとダメなのかもしれないんですけど、やっぱり問題集そのままコピーして使って出るだとかっていうのが結構学校も民間もそれなりにある。今そういう権利者団体といいますか、そういう著作権者の方がそういうのを非常に気にしているので、このままなあなあで業界としてやっていくのは多分難しくなっていくだろうと。ただ今現在は
そういう権利者団体の売っている教材を買うしか我々には方法が基本的にはないので、現場の先生が一人一人作っている教材を寄せ集めて一つのデータベースで、そしてそこから無料で使えるっていうような形を作りたいと考えています、うん、じゃあ一番はその著作権ですか。著作権の部分をピックアップして、まあ、そこを課題としてるってことですか。一番はどれかと言われるとかなり難しいんですけども、うん、まあ、本当に教育格差、実際の僕自身が初め調査としてこれをやってたんですけど、はいはい、僕が行った全国調査では、はい、学校の先生だと勤務時間外にだいたい数十時間ぐらい月にこういう教材作成業務があるんですね、はい、ただ実際にまあ我々現場で教えている感覚からすると、はい、皆さん作られている問題がほとんど変わらないので、うんうん、それをみんなで持ち寄ればそもそもその教材作成業務とかっていうのはかなり合理化できるんじゃないかっていうところもあります。今働き方改革言われてますからね、はい、まあ、先生のその働き方、まあ、簡単に言うと先生の働き方を、はい、まあ、変えてあげるっていうようなシステムですよね。それも含まれてますよね、まあ、そうですね、そうなれば嬉しいですね。多分使いたい人はたくさんいると思うんですけど、フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける、ストックさん株式会社代表株本勇気年商5億、若干28歳、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいはどう猛に喉元をかっ切るのか。情報提供する側のモチベーションというか動機になるのはどういう設計ですか、はい、ポイントシステムみたいなものを採用はしているんですけども、基本的には自分のために使う、先生が今ある問題を修正したりする部分がそのまま反映される仕組みになっているので、この教材データベースに問題を入れていこうという動機がなくても、自分がこういう新しい問題を作って編集しましたっていうのがそのままアップデートされていく仕様になってます。経歴の部分なんですけど、はい、僕も通信制の高校を卒業しまして、はいはい、なぜ通信制の高校をお選びになったんですか。高校に関して言えば、僕たち多分ゆとり第一世代ぐらいの世代で、はい、僕私立の高校に2年間通っていた時に進路選択で考えたんですけど私立高校だと卒業単位が2年間でも取れているっていうことに気づきまして、3年目通信制に移行するとほとんど学校行かなくて卒業資格が取れるっていう状態でして、まあ、美味しいじゃないかと思ってそれにしたんですけど、実際学校離れて自分自身で勉強し始めるようになった方が学力的には伸びたと感じたので、そのまま大学も仕事を続けながらもできるので通信制をそのまま選択しました。問題が手作りか市販かっていうところって、はい、私中高多分市販のやつを解かされてたんですけど、はい、高校の先生とかに、はい、実際このシステムを使いたい人って全国に何人ぐらいいると思いますか。全国で学校教員と塾講師合わせて一教科、例えば数学、中学数学だとすると5万人ぐらい、まあ、そもそも母数が存在すると思います。でその中で教材を学校で購入している地域と、まあ、私立とかのような全て提供されている部分と自分で作っている先生っていうのは多分いらっしゃると思うんですけど、大体過半数ぐらいは作らざるを得ない状態にはいるかなと思っています。 1.5 万人かける教科数みたいな感じですかね。そうですね、うん、基本的に無料のシステム でそこから保存料によって課金していくシステムなので、無料で使おうと思ったらずっと使い続けることはできます。その中でメインの教材があったとしても、例えば今教えている問題が少ないからとか、ここの部分だけ自分のオリジナルの教材を作りたいっていうニーズにも対応できますので、会員としての母数はそれなりに確保できるのではないかと考えています。大学院を休学し今は事業に専念している志願者、教育業界の過酷な労働環境、広がる教育格差、そして著作権問題を改善するため渾身のビジネスプランで挑む。林社長、先ほどの志願者の方が著作権の問題をおっしゃったじゃないですか。多分この業界にいないと他の社長って著作権のことがあまりよくわからないと思うので、ちょっと林さんの方からご説明をしていただいてもいいですかね。よくその
まあ、入試問題とかが例えば国語の問題とかがどの人の作品から出たかとか、同じ英語の長文をそのまんま使ったら良くないとか、まあ、そういう入試問題のことであったりとか、あとはまあ教材のコピーですね。教材をコピーしてそのまま使わせると、まあ、それが非常に良くないというふうになっていると。現在休学されてる、はい、大学休学されてるんですよね、はい、卒業する予定はないんですか？指導教員の先生に結構無理を言ってどうしてもやりたいことができたので休学させてくださいという形でお願いしたので一応復学して論文通るかは分からないんですけど論文書いて書こうとは思ってます。投資ということで投資形態がちょっと簡単にご説明いただけたら。世界のセレブが酔いしれる街銀座の夜から虎が舞い降りる。銀座高級クラブ七重オーナーママ唐沢七重、新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得。その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト。果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのか。今現在出資していただいている金融機関さんがありまして、いわゆる種類株式の発行という形で今投資していただいています。議決権はないんですけども、買い戻し請求権っていうのが、まあ、数年後に乗っかるという形の形態の株式なんですけども、以降の投資に関しましては私個人で多分決めれない部分もあるので、一応同じ形態として今そこには書かせていただいております。株式を発行して株主になってもらって、ただ3年後以降がはっきりと言えないということなんですか？3年後に買い取り、3年後に株主の方から出資金額の 1.5 倍で買い取ってくれっていう権利があるんですけど、まあ、株式なので基本的に会社自体に利益が出てないと、回収はできないっていう形態の株になっています。なので一応株式は発行するんですけど、議決権と言われますか、そういう事業形態に関与はなかなかできないタイプの株式になっています。いずれ上場しようとかそういったことも視野に入れてらっしゃるんですか？あんまりそういうところは考えたことはないので、実際にこの出資していただいている信用金庫さんもこの事業規模というかこの事業自体が成功してそこから利益が回ってきたら買取請求権で引くという形を前提にしたようなビジネスモデルで、僕個人としましてはこの事業自体が大きくなってしまうと結構公的な要素が強くなってしまうので、上場するかどうかっていうのは僕一人の気持ちというよりは実際の利用者の先生方が一種の金融商品として上場させてもいいのかっていうところが一番多分重要なのかなというふうに個人的には、はい、考えてます。今無料で、まあ、言い方悪いんですけども印刷したりとか、はい、著作権をちょっとルール違反しながら作ってる人たちが世の中にたくさんいるわけですよね。これを、はい、要はこのシステムを、まあ、課金しててもリプレイスしたいわけじゃないですか、はい、そこのハードルって結構高いなと思うんですけども、はい、それ最初になんか徐々にできなくなる流れになるっておっしゃったと思うんですが、はい、その流れを具体的にちょっと説明してほしいです。審議会レベルでいくと今公的機関学校とかでの著作物の利用とかにもいわゆる使用料を徴収していこうっていう議論にはもう入っています。でそれが実際にどれぐらいの期間で実施されていくのかっていうのは分からないんですけども、だんだん教材がデジタル化していけばいくほど今の慣習を維持するのは難しくなってくるので、それはかなり早い段階で来るのではないかと個人的にはまあ想像の範疇でしかないんですけども考えてます。もしそれがそうなった場合、要は簡単に市販の教材とか印刷ができなくなったりとかってした場合に、もしこの e コモンズがなかったらその人たちは何をすると思いますか？それでも僕は印刷するんじゃないかとは思うんですけども、まあ安い教材をとにかく使っていくのか、今でも多分近い状態ではあるんですけど自分の労働時間の中でオリジナルの教材を作ってなんとかしのいでいくのかというような形になるのかなとは思います。基本的に無料で利用でき、先生方のニーズに対応できるため会員数も確保できると言い切る志願者、虎の心に刺さるのか。次回
事業計画の全貌が明かされる。虎と志願者を大募集。詳しくは概要欄から。今日ちょっとワクワクしないです。